こんばんは。よいしょ。やっほー。三が日ラストですね。皆さん。なんかフィルターかかってるな。あれかかってない。こんな色だっけ。見慣れた場所。そう、帰りました。昨日あれです、広島に帰ってきました。もうダラダラとしたお正月を過ごしております。私は。皆さんはどうですか。落ち着きますか。うん、落ち着くね。落ち着くけどすることないね。もう仕事始まった。早っ。アレルギー落ち着いた。落ち着きました。でもくしゃみがねめっちゃ出るんだよね。なんだろう、花粉かね。前ほどではないけど。こんばんは。そういうことないんだ。そういうことない。いや、なんか初詣にでも行けばよかったのかなって思うんですけど。まあでもね、一人で行っても人も多いだろうなって思って行かなかった。初詣行っときたいんだけどな。なんで今日はずっとアマプラを見ながら、お父さんからもらったスピーカーを使って部屋の中でもう音を響かせながらアニメ見てましたね、ずっと。6時間ぐらい、もう1話から12話見てました。すごい、妹と友達におすすめされたオッドタクシー見ました。結構前に流行ってたのかな。だからちょっと今更感あるかもしれないけど、そう、一気見さ、面白いねあれ。いや、めっちゃ面白かったです。びっくりした。見たことある人います？オッドタクシー。ちょっと前ぐらいに流行ってたんですけど、あ、夏アニメなんだ。あれいつのやつか分かんなかった。お、ローケーティさん、タワーありがとうございます。すごい、竹の竹のタワーありがとうございます。書こうかな。タワーのお礼もね書いてきたから、お正月のやつしようかなと思うんだけど、もうちょっとしたらしよう。まあ、とりあえずじゃあちょっと順番おかしいけど、今書いたやつだけ、今来たやつだけ書くか。Thank you。ノーケーティーさん、タワーありがとうございます。直接お話し会申し込みました。お、お待ちしております。当たるといいですね。ありがとう。いや、オッドタクシーちょっと語らせて。いや、もう面白かった。もうすごいね。なんか岡山帰った時に妹の車に乗せてもらったんですけど、もうその時点でなんか妹がすごい主題歌を流すんですよ、オッドタクシーの。めちゃくちゃもうオッドタクシーの主題歌って題名がオッドタクシーなんですよ、曲の名前が。だからすごいなんか、まあ、妹とアニメの話してて、まあ、妹あんまりアニメとか見ないんだけど、私がそういうの好きだからなんか見てるみたいな言われて、いや
なんか名前聞いたことあるけど見たことないみたいな言ってて、で次はその地元の友達にオタタクシー見てるって言われて、まあ、その友達もそんなにオタクじゃないっていうか、もうコナン仲間なんですよね。コナンがめちゃくちゃ好きみたいなぐらいの、その本当に一般向けアニメしか見たことないような人なんですけど、オタタクシー見てて、そんな流行ってるんだって思って、いや見たんだけどすごい。最初ねちょっと1話2話らへんはあんまよく分かんなかったんですけど、 なんていうこういう群像劇みたいな、オムニズムなんか、なんかオムツなんたらみたいなオムバニスみたいな、 なんだっけ、なんか人がいっぱい出てくるやつ、オムニバスか、オムニバス形式っていうの、なんか主人公がタクシー運転手なんですよ。タクシー運転手が主人公で、そのタクシー運転手さんが乗せるお客さんとかがもう1話に何人も出てきて、でこうどんどんつながっていくみたいな話なんですけど、主人公が声優ちなんですよ。で出てくる登場人物もみんな動物、アルパカとかキツネとか、クマとか、セイウチ、そうオットセイじゃなくてセイウチらしい、セイウチが主人公で、そうもうね伏線がめちゃくちゃすごくて、アイドル出てくる、そうアイドルとかも出てくる、アイドルとかアイドルのマネージャーとかファンとかも出てくるんだけど、そのタクシー運転手が出会う人たち、がどんどん回を重ねるごとに交わってってみたいな。いやもうね怖かった、最終回らへんなんかもう全部の伏線がブワーみたいな、 2段階ぐらいオチがあったそうなんですよ。いやもう本当に見てほしい、普通になんかサスペンスものっていうか、なんか面白いポイントを言おうとしたらネタバレになってしまうんですよ。だからちょっと言えないんだけど、一話切りしてしまったけど見た方がいいってことか。私もなんか1話2話は結構もうあんま進まんくて話が、だからもう本当に広島から岡山に帰る途中ぐらいにこう眠りながら見てたんだけど、4話ぐらいからなんか1話2話とか3話ぐらいまではこういろんな人たちがバーって出てきてなんか浅い会話って感じなんだけど、4話ぐらいから一人一人がこうピックアップされるんですよ。だから私は4話からめっちゃ面白かった。とりあえず4話まで見たらいける。いやもうほんと恐ろしかった、なんかへーみたいな、あ芸人さんとかもめちゃくちゃ出てて、ダイアンさんとか、だから最初ね1話の冒頭がダイアンさんの深夜ラジオから始まるんですよ。そのダイアンさん扮する動物コンビのお笑い芸人のラジオが始まるんだけども、なんかめっちゃリアルっていうか普通に深夜ラジオ聞いてるみたいな感覚、本当にアニメっぽくないから、だから多分一般の人とかもだから見れるんだろうなって思うんだけど、でね、おもろい。アイドルとアイドルのファンの人とか出てくるんだけど、アイドルのファンの人は宝くじで10億円当てるんよでそれを全部推しに貢ぐって言ってそのファンの人はめっちゃいい人なんだけどね、
でその10億円が狙われたりとかしていろいろ事件が起きるんですけど、いやマジで見てください。6時間ぐらい暇あれば見てください。もううおーってなる。うん、あと最終的に動物アニメなんだけど、なんか動物のアニメではなかったみたいな。これはでもね言えないんだ。動物アニメだけど動物アニメではないっていう。いや面白かった。即もう LINE した妹に、面白いみたいな。花江夏樹っていうのも意外だよね。そう、主人公がね花江夏樹さんなんよ。あの炭治郎、鬼滅の刃の。私も声優さんあんまりすごい詳しいわけじゃないんだけど、なんか分かんなかった。ずっと石田明さんかと思ってて主人公のね声優の小曽内さんっていう主人公なんだけど、おじさん声優中年の声優が主人公なんだけど、なんかもう石田明さんだろうなってずっと思ってた最終回ぐらいまで。そしたら炭治郎だったみたいな。こんな声出せるんだって思って、いや本当に見てほしい、面白かった。小戸川さんかぜひ見てください。4話までとりあえず見てください。そして語りましょう。なんか2022年の4月に映画があるらしくて、ちょっとね見に行こうか迷うな。まあ、見に行くってなったら1人なんだけど。何話が一番面白かった？引き込まれたのは4話で、4話から1人に終点が合うみたいな、焦点が合うみたいな感じだったんだけど、何話が面白かったんだろう。最終回はやっぱ面白かったな。業界人に響きそうなセリフ多い。確かになんかアイドルとかも出てくるから、おーってなったね。でも本当にもう伏線回収がすごかった。なんか3つ4つぐらい回収されていくから、もうどんどんすごい良かったですね。もうすごい、はい、もう 見終わった後もうはぁってなる、うおーって感じでした。うん、ぜひぜひ見てください。あとあの関係ないんですけど、セトラブになんか3日までみんなが動画投稿してて、今瀬戸内ライブラリー、あの先ほど明けおめですっていう動画投稿したんで、なんかちょっと動画投稿するの初めてで、投稿できなかったら怖かったんで通知送らなかったんですけど、一応さっき投稿したんで見といてください、よかったら。多分みんな送ってんのかなよろしくお願いします。セトラブ今半分ぐらい終わってるんだけど、年内にできなかったな。頑張るか。そう、いや面白かった本当に。みんな同じタイトルなので見逃しがち。そうなんだ。わかセトラブ更新お願いしますみたいな来たのが今日の朝で、そっからずっと忘れてオットタクシー見てて、さっきあやばい動画撮らなきゃってなって、もう急いで撮りましたオットタクシーがもう今日ずっと閉めてた、あかんな。
小説は何話完結予定かな。何話ぐらいだろう、12か13ぐらいで終わらせたいね。そんなに長すぎずいけたらいいけど。そう、本当にずっと見てた。今日本当は買い物行こうかなって思ったんですよ、広島帰ってきたし。なんかすごい今日物欲がすごくて物欲がすごいからちょっと新年だしなんか買いたいなと思ったんだけど、ちょっと行くのがめんどくさかった。スーパーぐらいしか行ってないですね。今日スーパーすっごい空いてて嬉しかった。やっぱみんなご飯とか食べに行ってるんですかね。いつもスーパーめっちゃ混んでるのに。スーパー行ったぐらいですね。物欲、そう、今日なんかやっぱ新年だからですかね、初売りセール的なのもやってるだろうし、行きたかったな。広島の方が寒さまし。広島っていうか氷河なのかな、めっちゃ暖かい。普通に今日足出して歩いてたけど全然寒くなかった。広島だからなのか氷河そうなのかちょっとわからないけどいい感じでした。福袋ねちょっと欲しいんだよね。今日買いに行こうか迷った。なんか別に普段欲しいとは思わないんだけど、生足だよ。なんかコメントキモいなそうだよ、ヒポは心が JK だから生足だぜタイツ履かずにコメントが生足みたいな、生足だとみたいな食いついてらっしゃった。大好物だから仕方ないだろ。そうか、いやでも多分原人になればなるほどもっと違うとこ行くよに肘とか行くんじゃない、わかんないけど何かさいや、やめとこ、ちょっと言うのやめとこ。いや、私は別にフェチズムは否定しないぜ。お茶飲もう。お茶今日作りました。自主規制クロートって読むのか、うまい。じゃあお茶作った、緑茶です。ミッフィ、磯貝さんからもらったコップ。大好き。ちなみに私のフェッチはなんだろう、
でもあいいなって思うのはあの手のなんか甲の筋、腕とかより手の甲がいいよね。私手の甲の筋ないあんまないんですよ。こうグーってやってもなんか筋はない。骨はあるけどここなもうなんかペラーンって感じ。これがある人羨ましいな。メンバーにもね何人かいるんですよ、筋いる人。そういうの見たらあいいなって思うよね。血管なのかな、血管。女性は手の甲好きって人多いね。そうなのかな、どうなんだろう。なんかあれなのかな、自分にないものがあるからかな。女の人ってあんま出ないよね。でも出てるメンバーは出てるんよ。でも私マジで何もない。ヘロ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 や。手の甲で年齢がわかります。そうなん、そうかね。でもなんか手っていいよね。うん、うまくなった。クリームパンみたいな手は好き。クリームパンみたいな手でも可愛いよね。赤ちゃんみたいで、赤ちゃんとかちぎりパンだから。首も結構出ますよね、年齢。あそうなんだ。首なんかあんま出る要素がないんだよね、普通すぎて。お腹の音聞こえました、恥ずかしい。そろそろなんかこうあんま今まで気にしたことなかったけど肌とかケアしないといけないのかなって思い始めた。今後のためにどうなんだろう。全然本当に興味なくて、もう今まで自然になすがままでやってきたんですけど、なんかねエイジングケアという言葉があの最近目につく、うん、肌はまだあれなんだけど、最近唇がめちゃくちゃもうカサカサだからリップクリームを塗ってますね。皮膚強いからって油断しちゃダメですよ。だよね、私多分若さに今あぐらかいてると思う。だからあの多分20年後とかにやばくなりそうな肌生活してる。早めに取り組むことはいいことよ。そうだよね。うわあ、めんどくさ。めんどくさいな。確かにあの時やっておけばみたいになりそう。でもね、なんか1年前ぐらいになんか皮膚科に行った時にその皮膚科の何手術過程ですごいね、なんかもうちょっと肌に潤い与えた方がいいですよって言われたことがあって、でその時になんか初めてショックをショックを受けたんですよ。肌に潤いみたいな。からそっから1週間ぐらいはあの肌に潤いを与えてたんだけど、最近もうめんどくさくてあんまりやってないからやろうかな。そうなんか普通に生活してる分には問題ないんだけど、その手術とか受けた後に肌がもうなんかやけどしたるみたいになるから水分量足りてないんですよって言われて、マジっすか。
その日にもうドラッグストアでボディーローション買って帰ったけど、使わねばな、ならんね。保湿しよう。今年のプライベートの目標、保湿。最近お風呂上がりに乳液してる。いいね。えらいえらい。それはエアすぎだ。そう。保湿してこう。加湿器使ってる、加湿器使ってますよ。めちゃくちゃいいね。でも一回加湿器炊きすぎて、なんか部屋の中がちょっと霧みたいになってた。加湿器2個使いとかしてたら、なんか朝起きた時にあれ霧みたいな。ちょっとさすがに換気しましたね。はっ、さすがにダメやね。最近さ、まあこの間その妹と遊びに行った時に、妹になんか妹と一緒に雑貨屋さんに行ったんですよ。でめちゃくちゃ欲しいなと思うものがあって、なんて言うんだろう、なんかスノードームみたいなやつで、中に入ってる結晶で湿度が分かるみたいな、スノードームみたいなのがあって、それがね、なんか知らないけどめちゃくちゃ欲しくて、なんか朝とか見たらそのなんかどうやって見るのか分かんないけど、その結晶のなんか積もってるか上にあるかでなんか分かるみたいな。葵ちゃんの家にある。葵さん持ってるよね、そういうの。あれがめちゃくちゃ気になった。でもどうやって見るのか分かんないよね。なんか朝とかに見たら湿度が分かるみたいな。ストームグラスっていうのはちょっと名前分かんないけど、すごい、これで湿度分かったらおしゃれだろうなって思う。でもね、プレゼントで前に湿度計いただいてるんですよ。なんかすごい、あのなんかめっちゃでかいやつもらって、一応置いてるから分かるっちゃ分かるんだけど、そう、もうなんか理科室の測りみたいな湿度計もらったから、それはめちゃくちゃ便利なんだけど、でもちょっと1個欲しいなって思ってね、今買おうか迷ってる。私の物欲が今刺激されてる。そう、葵さんも持ってて、葵さんがなんかに載せてたんよね、それを。インスタグラムかツイッターか何かに。それを見て、あ、欲しいって思ったんだよね、確か。でもどういう見方をするのかちょっと分かんないけど、今年ちょっと欲しいですね。まあ、たとえそれで湿度が分かんなくても、私にもでっかい湿度計があるから。インテリアとして欲しい。気になるな。雑貨屋とかよく見に行ったりしますか？なんか岡山多いんですよね、雑貨屋さん。でも広島そんなに見ないかもしれない。なんかチェーン店以外の雑貨屋さんっていうのが岡山多いんだけど、広島私が知らないだけかな、あんまり見ないから、あんまり行ったことない。うん、葵ちゃんの影響力、いや葵さんの影響力がすごいよ、もう。私はインテリアグッズ全部葵さんに影響受けてるから。
ったら見せてください。買ったらね、いいものを探したいぜ。そう、欲しいんですよ。雨の日は結晶ができるから湿度高いのが分かるみたい。あ、そうなんや。袋町にたくさんあるよ。ちょっと行ってみようかな。全然知らないよね。うん、広島ちょっと旅するか。タワーのね、お礼をしたいんだけども、私多分もしあのなんかね、ツイッターでタワーおきとかタワーおきちゃんとかタワーおきゆかで検索したんだけども、ちょっと書ききれてなかったら本当に申し訳ない。タワーのお礼を4月1日と12月31日にタワーをくださった方のお礼をしたいんですけども、よろしいですかね。ちょっとな、自分の名前ないって言ったらあのすぐ教えてください。私もちゃんとあの書ききれてんのかちょっと分かんなくて、一応ツイッターで謎の検索をしてきたんですけど、はい、まずは和則さん、タワーありがとうございます。和則さん、遅くなってしまいました。そして、塩さん、塩さんはたくさんタワーありがとうございました。そう、変な検索の仕方をしてしまった。そして、トニートニーチョッパーさん、ありがとうございます。すごいたくさんありがとうございました。そう、自己申告制だから、もしかしたらなんか申告してない方もいらっしゃるかもしれない。それだと申し訳ない。抹茶2号さん、抹茶2号さんもたくさんタワーありがとうございました。サンキュー、いっぱい送ってくださいました。続きまして、遠井さん、遠井さんタワーありがとうございました。ありがとう。そして、沖優香さん、おしさん、ありがとうございました。終わり際だったかな確か。ありがとう。そして、バシノブさん、そう思ったんよ、これはね、あ、英語や、英語っていうかローマ字やと思ったんよ、来てる途中も。バシノブさん、ありがとうございます。なんかさっきルームにいるのを見かけた気がする。ありがとうございます。そして、こばちゃさん、ありがとうございます。タワーありがとうございました。そしてセリアさん、セリアさんありがとうございます。いや、ちょっとこれで終わりなんかな、なんか違う気もするんだけど、もしね、あの自分もタレだって人がいたら教えてください。ちょっと私のエゴサー力が足りなかったかもしれない。こういうのってこう完璧にエゴサーできたらいいんだけど。ありがとうございました。たくさん華やかなあの新年を迎えれました。 Y 飛ばされました。あら、ごめん、早速早速や、すまぬ、足を投げた。お、めっちゃおるやんありがとうございます、ね、すまぬすまぬ。あ、ワッチさんも投げた、ありがとう。リオヤさん、ワッチさん、
ごめん、私の英語作力が低くて。まずワッチさん、ありがとうございます。書き損じ申し訳ない。タワーありがとうございました。そして、一下さん、ありがとうございます。タワーありがとうございました。そしてなあ、ごめんね、本当に申し訳ない。りょうやさん、たわありがとうございます。コメントもいつもありがとうございます。サンキューです。ちょっとまだね、あ、言ってくださいね、もしあれだったら。申し訳ね、汗、新年初汗だ。汗言ってなかったのに、私今年まだ汗言ってしまったよ。どうか、充電しとこ、怖いから。汗自粛してたわけじゃないけど、なんか初汗してしまった汗したくないからね。汗。いや、メンバーと会ってなさすぎて、メンバー元気してるかな。いや、元気してんのかな。本当に明日久しぶりに会う。明日は僕たちの恋の予感公演でございます。僕恋公演よろしくお願いします。新年初公演でございます。明日久しぶりに会う。みんな元気に配信してる。そう、それは見てる。みんなすんごい配信してんなって思いながら。私は今日ソラハの配信、お昼ぐらいにソラハが配信してて、ソラハの配信、私はスピーカーで大音量で聞いてやったからな。タコ揚げしたんですって、私の部屋でタコ揚げしたんです、タコ揚げしたんです、タコ揚げしたんです、タコ揚げしたんです。四方八方からソラハの声がしてましたね。聞いてやったっていう、すごい上から目線だ。そう、スピーカーでね、しかもなんか私お父さんからスピーカーもらったんですけど、光るんですよ。まあ光るかどうかは自分でボタンを押すかによるんですけど、光り方がすごいクラブ的っていうかな、クラブ行ったことないけど EDM 的な光り方するんですよ。トンパパトンパパみたいな。だからそのソラハの声に合わせてなんかタコ揚げしたんですよみたいな、キラ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 みたいな、すごい光るから、うん。それを聞きながら眠くなってお昼寝した。てか私今日本当はめっちゃ早めにメール送ってたんですけど、なんか届くのめっちゃ遅かったからあれかもしれん。検閲の人も正月休みしてるんかもしれん、
そうでもあんまショールーム見てるって言ったらソラハに怒られるから、見たって言っちゃダメなんや。そう寝た、今夜眠れないね今日ね。いや寝ないとね、でも明日そんなに早くないから休んでもらって結構ですよね。なんか正月休みだからさ、なんかご飯とかどっか食べに行こうかなって思ったんですけど、近所歩いたんですよ、その一応ね今日。でも大体なんかさ、チェーン店以外のこう個人経営のお店って割と休み取るっていうか、5日とか4日ぐらいまで休みですみたいな張り紙貼っちゃったから、どこも行かなかったな今日。本当にスーパーぐらいだ。みんな休んでらっしゃるね。まあいいんだけどさ、うん、休んでもろて。いやそうなんよ、正月ぐらいね休んでもろたらいいんやけどさ、うん、おせちとか食べてないな。そう意外とお店休んでる。元旦はスーパーどこも閉まってた。あそうなんだ、じゃ今日開いててよかった。開いてるお店にはほんと感謝。いや感謝よ本当に。コンビニとかさ、1月1日とかに働いてくださってる全ての人にもう感謝しかないよね。今だったら神社の人とかね大変よね、一番忙しいよね。スピーカーの音質良かった、音質普通に良かった。うん、今年初めて買ったもの、なんだろう、今年初めて買ったものはあれかな、あの電車の切符かな自分のお金を出して買ったのは電車の切符かな。あれなんですよね、 IC カード使えないんですよ、あの田舎だから。だから切符買いましたね。切符買って新幹線買って、なんか物っていうものを買ってないですね。そう、改札機はあるんや。改札機ないよ手渡しだよ駅員さんに、お願いしますカチャってスタンプ押してくれるんや。ないよ、田舎なの。そうだ、だから岡山来るときはマジでピッてしない方がいいよ、ちゃんと切符買った方がいいよ。どっちみち料金に払うから、うん、場所によっては。そうよ、お願いしますって。でも早いんだから駅員さんも、はい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 みたいな超早いよ、もう職人の技っていうか、全然とこどおりなく進むよ。はい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 、お進みください、はい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 って、うん、すごい改札機に負けないぐらいの。無人駅ではないかな、さすがに無人駅のところもあるけど、うん、うちは違いますね、人はおりますね、人もいるしコンビニはある かな。あでも STU のポスター貼っちゃってびっくりした。あ貼ってるんだって思って、私がおるやつじゃなかったけど STU のポスターがってありました。嬉しいですね、写真撮っといた。
勝手にサインするしかない。急に勝手に。何のポスター、何のポスターだったかな。何だったかな、忘れちゃったJR とのコラボのやつかな。多分ユミリンさんとかが写ってたから、あれかも、 STU と JR がコラボしたやつかも。うん、多分そう。キティちゃんおったかな、多分キティちゃんのやつかもしれない。電車の乗り遅れたら次は30分か1時間ぐらい待ちます。いや1時間単位ですよ。1時間か、まあ30分遅れ。でもね、あの田舎の電車のいいところは、始発の場合ね、始発の場合いいところは、もうなんか20分30分前ぐらいからもうなんか電車が止まってくれてるから、あれ大体そうなのかな、わかんないけど、他が知らないけど、だから早く行ってもあの空いてるから中で待てるみたいな。うん、しかもあの5分前とかに行ったらもう絶対座れない人が多すぎて、なんか田舎だから人少ないでしょって思われそうですけど、田舎だから個数がないから量がすごいよ、人の量が。しかも私もでっかいキャリーケースとか持ってたから、なんか20分前ぐらいに行って座ってずっと待ってた。20分ぐらい、そう、扉開いてたら寒い、確かに。でもなんかめっちゃ暑かったんですよね、電車の子暖房が非常に効いてる。もう今回めっちゃラッキーだった。行きも帰りも新幹線で帰ったんですけど、まあ指定席じゃなくていいやと思って、30分40分ぐらいだから自由席で帰ろうと思ったんですけど、全部すんなり座れて、人も多かったのに嬉しい。運がいい。年末ラストも運が良かったし、年始も運が良かった。やばかったんですよ、人の量が。でもね、だいたい広島か岡山で指定席で6000円ぐらいで、自由席で5500円ぐらい、まあ、だから1000円も変わんない、600円ぐらいなんですけど、でも言うて乗ってる時間って30分40分ぐらいだからね、わざわざ高い方で乗らなくてもいいかなと思って、もう自由席にしたんですけど、普通にいい感じに座れた。嬉しい。のぞみ、さくらで帰ったんですよ、いい席だったさくらっていいよね。うん、さくらで帰りました。さくらで帰、なんか乗れた時ってちょっと嬉しい。あ、やったってなるで、なんか違うよね、席のあの椅子の感じとかが。うん、そう、九州の方の新幹線さくら。いやー、 HKT さんのラッピングじゃなかったな、普通のやつだった。高速バスで帰るのは、いや本当はね高速バスで帰りたかったんだけど、こうバスで帰ったら3000円くらいなんですよ、岡山まで。でもね、全部埋まってた、もう。だからもうバスで帰れなかった。うん、新幹線早かったですね。券売機売り場がすっごい人でしたけど、キティたまに遭遇する。キティの新幹線かわいいよね。
うん、バスはねダメだな、人多すぎて。新幹線で帰ってきました、ちょっと贅沢に。ネット予約ね見たよ。なんか私らがめちゃくちゃ広島駅で券売機売り場でもうすごい列、長蛇の列作ってる間に、なんか EX 予約なら待たずにスピードみたいななんか看板が置いてたって。でおそらく予約したであろう人たちがスーって券取ってんの見て、すごいユニバとかディズニーを思い出した。あーパスだってなりましたね。めちゃくちゃ並んでたよ、うん、まあまあまあいいんですけどね。ネットでね、電車で帰ったり、広島か岡山、電車で帰ったことないな、帰れるのかな、ちょっと分かんないな。電車ってあんま乗ったことないんですよね自分。広島でも市電とか街中で走ってる市電ほとんど乗ったことなくて、たまにこう乗ったりするんだけどちょっと気まずくてね。私広島はほとんどバスか徒歩で、バス徒歩タクシー生活してます。山口県か岡山行きの直通の電車がありますよ。あ、そうなんだ、へえ、初めて知った。タクシーは高い、確かに。でも私キャリーケースとか持ったりするから、キャリーケース持ってバスに乗れないよ、なんか視線が痛い。通勤の人たちの視線が痛いからな。キャリーケース持って広島駅行くときはもうタクシー一択。目がすごいこういう、あ、邪魔ですよね、はーいと思いながら、ごめんなさいねって、そういうときはもう呼びますね。見られてないよ。あ、まあね、なんかでも自分のね、なんかちょっといや申し訳ないなっていう、あと自分ももなんかガラガラ弾くの嫌だから。帰省するとき荷物多くなる派。いや、そんなことはないけど、まあでもキャリーケース1個ぐらいかな。うん、このさテロップのこの明けおめなんたらかんたらってなんかやってんのかな、すごいずっと出てくる。2022ほう AKB グループなんかやってるのか分からん、詳しくない人が。毎日チケットのやつ、何それ、毎日チケット、何ぼたまってる、一時、あ、読み方
30万いくと自動的に達成になる。へえ、なんかみんなもふんわりとしか知らないし、私も分かってないし、100、まあ10万、おお、へえ、選べるギフト、何もらえるんだ。てかお肉早く欲しいんだけど。アイツ2週間分、フルーツ大福は米2キロ、米2キロってどんぐらい。へえ、みんな知らないじゃん。そうなんだ。お肉まだ、どうだろう、事務所とかに行ったらもらえるかも、わかんない。米2キロ、15食分ぐらい。あ、そうなんだ。米ね、お米ね、前までは本当に広島に引っ越して初期ぐらいはちゃんとあのお米家にあったんだけど、使わなさすぎて、炊かなさすぎて、結局レトルトになっちゃった。うん、炊飯器持ってない。しかも前、あの前住んでた家の時炊飯器持ってたけど、あ、 iPhone と同棲してたから、同居してたから iPhone の炊飯器だったか。私炊飯器持ってないよね。うん、お金払って使わせてもらってたけど、炊飯器持ったらもしかしたら使うのかもしれないけど、いや、一人暮らしの人ってお米炊いてるんですかね。うん、そもそもなんか私あんま聞かないんだけど、炊飯器持ってる人 STU メンバーで。お米嫌いなの。いや、お米好きよ、大好き。でもなんかあんまり自分で研いで炊かなかった。米炊ける弁当箱あるよね、そんな便利なのある。炊いてるよ。そうなんや、そっか、そうなんや、みんな炊いてんのか。わあ、なんか炊きたてのご飯食べたくなってきた、急に。一人用の土鍋とか無印良品とかで売れてる。一人用の土鍋でお米巻くのめんどくさいよな。めちゃくちゃめんどくさいよな。小学校の家庭科でやったぐらいだ。教科書、うん、めっちゃ美味しいよ土鍋ね。いやでも聞くだけで美味しそうだもん。飯盒と土鍋ってなんであんな美味しそうになんか見えるんだろうね。うん、何であんな美味しそうに見えるんだろうね。調べてみよう、ちょっと。味噌汁作ったりします。味噌汁作る。今日もスーパーであの味噌買ってきた。最近あのチューブタイプの味噌やってる。今までこういうすくうタイプの味噌だったんだけど、最近あのチューブタイプの味噌を使ってます。あれめっちゃいいね。もうお椀にピョッて入れてお湯注いだらいける。だし取るのそんなあのちゃんとはしてないかな、ごめん。煮干しとかからだし取ってない。ごめん、チューブで作ってる。うん、楽ちんよ。おきちゃんは何味噌派？あ、なんかいろいろあるね。私わかんないんよ。実家が何味噌だったかも分かってないけど、赤味噌ではない気がする。白かな、多分。ちょ、分かんないけど、うん、赤ってあれですよね、名古屋とかが飲んでるやつですよね。違う？なんか赤ではない気がする。
どっちだったんだろう、ちょっと覚えてないけど、味噌汁の色でわかるやん。茶色茶色だけどそんな濃くはなかったと思う。名古屋って濃いんだよね。合わせ味噌とかあるんだ。行儀悪いですがご飯に味噌汁かけて食べるのが美味しくてやめられないです。いやわかる、美味しいよね猫まんまね。味噌汁は茶色でしたね、うちの家は。うん、合わせなのかな、そう言われたら合わせな気もしてくる。メールを見る限り白味噌だよ。でもメールあれおばあちゃん家だからな、あんまりおばあちゃん家でご飯食べなかったか。お母さん何やってたんだ、ちょっとわかんない、聞いてみますのお母さんに会ったんですけど、なんかすんごい STU 大好きになってて、お母さんが、お母さん昨日おじいちゃんとおばあちゃんに挨拶しに行ったんですよ、帰る前に。でそしてお母さんも来て、お母さんとも話してたんですけど、なんかもうすごい、まず、朝行ったからなんかお母さん、おじいちゃんが母さん呼べみたいな感じ言ったから、お母さんに連絡してお母さん来たんですよ朝に。だから寝巻きで着てて、ね、寝巻きが私の持ってる服と一緒で、あなんか私もその服持ってるって言ったら、だからゆうちゃんがメールでおすすめって書いてたから 買いに行ったよみたいな言われて、もうなんかその時点でみたいな、気持ち悪いと思ったんですよまず気持ち悪いと思って、やめてよみたいな言ったら、なんかでお母さんの車に乗せてもらって駅まで行ったんですけど、もうねサングラスデイズがかかってんですよ。でなんかサングラスデイズ可愛いよなみたいな言われて、お母さんねなんか昔からなんかすごい臭いセリフを言うんですよ、ドラマみたいな。なんかすごい駅着いてなんかね、じゃあありがとうみたいな、また帰ったらまた連絡するわみたいな言ったら、ゆうちゃんみたいな、こうやってなんか手を広げてきて、愛してるよみたいな言うて、もう本当に昔からそのお母さんのなんか時たま出るそのノリがすごい苦手で学生時代からもたまにそういうことあったんですよ。気まずいと思って、私もなんかもう23歳になるから今年でね、さすがにそのノリはきつくて、いやごめんもう無理って言って帰ったけど、すごいねたまにあるんですよ、ね、普段めっちゃ怖いんだけど、たまにねなんかゆうちゃんは、あゆうちゃんじゃない母さんはゆうちゃんの味方だよみたいな、学生時代の時とかも、私が不登校になってる時とかになんか部屋に入ってきて、ゆうちゃんってなんか母さんは世界中のみんなが敵になっても母さんはゆうちゃんの味方だよってみたいな、マジでそれがいい母親なんよ、いい母親なんだけど、そのノリがめっちゃくちゃ恥ずかしくて、だからもういつもうんうんみたいな感じだったんですけど、でもそれってなんか私がこう学生だからっていうのもねあるんかなと思ったんですけど、なんか未だにそれをされてね、びっくりしましたね。でも怒るときはめっちゃ怒ります。もうなんなら普段怒ってる方が多いんだけど、たまーにねスイッチ上げました、喜んでた、あずまりしようって言ってましたね。いや反抗期じゃないよ、反抗期じゃなくてもわかるでしょこれ。なんかお姉ちゃんとかいた人思わない、なんか急に構われたらなんか何ってならない、お姉ちゃんとかいた人、そういう感じよ分かる
久しぶりに会ったからのも会うと思う。まあね、確かにここ2年ぐらい LINE でずっと私が市役所手続きなんか聞きまくってた。めっちゃ怒られたから、自分で調べろみたいなもうあれ何これ何みたいな。私公的手続きが本当に苦手で、これはこれでこれはこうでみたいな、もう一日時間かもわず連絡してたらめちゃくちゃ怒られましたねなんで自分で調べるググるという技を身につけました。めっちゃ得意そうに見える。いや、わかんないよ、怖いんよ私役所とか。怖くない？なんかさ、市役所とか行ってさ、最初の窓口でこれやりたいんですけどみたいな、あ、それ2階ですねって言われて、また2階行くとき怖くない？あ、そちらね2階ですねみたいな、みたいな、上みたいな、でまた2階行ってこれはこうでこうしたいんですけどみたいな、じゃ番号札お持ちくださいみたいな、もう待ってる間とか怖くない？私だけかな、私怖いんやけど。住民票広島よね、広島だから全部広島でやってる。でも優しいんよ、優しいんだけど空間があんま行かないし、怒られないよ。まあ怒られないけどね、なんかあんま行かないとこだから、なんかキュッてなるやましいことでもあるんかと。ないよ、ないけどもさ。何年か後には公的手続きが電子になるらしいよ。いやもう全部家でできるようになりたいね。まあ今もできるんだろうけどさ、普段行かないとこって怖いよね。病院とは違う怖さがある。携帯ショップとどっちが嫌？携帯ショップ。でも携帯ショップは普通に行く分にはそんな何も思わないんですよ、携帯の機種変とか。ただ壊れた時に出しに行くのが本当に苦手。携帯ショップ苦手です。でも私が携帯ショップ苦手苦手って言ってるのって、多分ショールーム見てくれた人はなんか分かってる人もしかしたらいるかもしれないですけど、なんか私が二十歳超える前なんですよ、苦手意識が植え付けられたので。二十歳超える前って保証人っていうかあれが自分じゃないんですね、親なんですよ。だからその岡山にいる親に一回一回連絡を取ってっていう手続きが本当にめんどくさくて、今すぐ職業柄ね、今すぐ携帯を使いたいのに一回親に書類を送らないとできないみたいな、それがめんどくさくてすごい携帯ショップ嫌いになったんですけど、二十歳超えてからはそこまで全部自分でできるから、そこまでね、昔ほどじゃないけど、その昔植え付けられたその潜在意識が私をね未だにたらしめてる携帯ショップ苦手と。そうなんよ、もうさ若者だからさ、一日携帯使えただけでもううわーってなるから。今年18歳から成人だっけ？そうなの？あ、そっか。いや、めんどくさいよね。二十歳になって一番楽なことは携帯ショップ一人で行けることだわ。そうそうそう、身分証明書とかね。それがもうめちゃくちゃいい。18歳から成人なんだ、4月から。18歳？ねえ。まあなんか
そっか、今年4月から。まあでも、ね、年うんぬんじゃないよね、成人って。私は別に早いとも何とも思わないけど、18歳が成人って別に20歳の自分が18歳の自分と何か変わったかって言われたら全然変わってないからさ。成人のあれが低いからどうとか思わないけど、なんかもう意識ですよね。うん、まあでも18歳からね、うん、携帯ショップ一人で行けるようになっといた方がいいよ。私はもうそれだけは思う携帯ショップ一人で行けるようになっといた方がいい。ゆきちゃんはまだ17歳じゃない。私永遠の17歳だよ。そう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 だよね、思うわ。ちょっともうちょっと上にしよう。なんか上に乗んないよ。あ、でもアリちゃんさんとももちゃんが成人、うわーってか18歳なんだね。なんかもうちょっと下に見えるけど、なんかさ STU の今の高3メンバーって結構なんか童顔っぽいっていうか、あれだよね。私 TikTok とか見てたらさ、なんか髪とか染めてないからなのかな、今の18歳ってめちゃくちゃ大人だなって思うんだけど、高校生ってすごい、なんかめちゃくちゃもう二十歳やんみたいな、すっごい大人やなって思うんだけど、あれなのかな、ちょっと下に見えるよね。一生可愛くいてほしいんですけどね永遠に。ココアはついこの間まで温野菜で子供料金にされたらしい。可愛い、なんだそれ。温野菜、温野菜って子供料金あるんだ。結構じゃない、飲食店の子供料金って結構低く見られないとじゃない、わかんないけど。そうなんじゃ、なんか高校生とかも大人料金だった気がするけど。うーん、かわいいねココアさんドラマ見たかったんだよなココアさんの。あれって いつやっけ、まだもう終わった。なんかでも広島放送だから年末年始だったら見れないやって思ったんだけど、見たいんや、なんか叫びたがってるんだみたいなやつ。9日からか、見れる見れる、見よう、楽しみ。主演1月9日から、すごいね受験の時期に。ココアさんセルアミの時もすごい、あの学校のテストとかぶってて大変そうだったな、なんかセリフを覚えるのとテスト勉強が。見ようと、楽しみ。主演女優パーカーかわいい、ありがとう。これマイハさんと色違いだったホモタンさん真似しそう、確かに送るかもしれない。1月はねマイカーもなんか動きがあるかもしれないんで楽しみにしていてください。恒例の匂わせ恒例の匂わせ、匂わせキングダム。マイカーでもなんかあるかもしれないし、四国でもなんかあるかもしれないし、楽しみにしていてください。ドラさん公演楽しみね、ドラさん公演ね、ありがとうございます。まだまだ応募受付中です。うん、あとツアーもあるしね、札幌札幌、2月は名古屋、
札幌楽しみです。これ自動音声の真似似てますかね。ツアーの札幌楽しみです。急な自動音声。マイカーで関東に来るとかある？今んとこないね今んとこないっすね。アイコジが得意なモノマネ。そうなの？アイコジやってんのこれ。今勝手になんか適当にやってしまった。ちょっと対決してみよう今度。自動音声対決。楽しみ。なんかもう札幌行くためだけに服買おうか迷う。なんかなんか冬雪国っぽい服を買おうか迷う。うん、うわー楽しみだな。札幌は何月？今月。名古屋が来月。秋田は行かない。私秋田行きたかった。ウキウキ。防寒ね絶対した方がいいよね。もうあれ当落って出てるんですかね。まだ出てないのか。ドラさんのもまだ出てないのか。まだ受付中か。何が受付中で何が今発表待ちかが全然把握できてない。おきぽ ね、いいよね北海道。めっちゃ楽しい。ツアーは出てる。あ、そうなんや。あ、なんか見たかも。ツアー当たりましたみたいなドラさんは受付中。オッケーオッケー。ドラさん発表が1月17だから結構先。おー、なるほどね。じゃあ皆さんもぜひぜひ。あれだからもう当たらなくていいから応募してドラさん券売率なんか必殺技みたいになってしまった。高ければ第2弾あるかもやから。どうなる？求められているのは定員の数ぴったりじゃなくて上だから落ちた人の数が多ければ多いほどね、あ、またやろうかなってなるから。2回目になるから。もう行く予定なくても応募してみて。まあそれで当たったら来て当たったら来てください。それで当たったらもうしょうがない。有給有給、うん、大事大事。そうよ、分母に対しての分子。そうよ、分子が大事なのよって僕は思いますフフ定期公演になればいいけどね。そうやって。そっか。まあまあまあ、お待ちしております。ちょっとリップ塗ろう。ごめん、うるさいかもしれない。パパパ。
私もライブ行きたいな、アイドルの。アイドルのライブ行きたいってあかりんさんも書いてたな。なんだかんだ私あれなんだよね、あのファンだった時ほぼ在宅だったからさ、ライブとかあんま見たことないんよね。 S 中になってからこうフェスとか対バンとかで他のアイドルさんのライブ見させていただいたけど、誰みたいな。最近ね、 あのね夜行性アミューズっていうアイドルにハマってるんよ。あの NAB のリナチが今いるグループ、元 NAB のリナチがいるグループで、そこのね、あの夜行性アミューズっていうグループがめちゃくちゃ曲がいいんですよ。そう、曲が良くてね、うん、そう、リナチともともと総合フォローで知ったんだけど、あのね、そのグループのコアイちゃんっていう白色のメンバーが おりまして、その人のね歌声がめちゃくちゃ好きなんですよ。行きたいんよね、見てみたい。なんかもう SU とは 真逆よ真逆なんだけどね、派手派手派手って感じなんだけど、すごいね好きなんですよ。たまにライブ映像とか見るんだけど、すごいもう飛んでてね、ヤッホーヤッホーってファンがね。行ってみたいなって思う。チェキとか撮ってみたいもん。リナチってどうださんだっけ。リナチ6期だね。なんか同期ではないんだけど、そうヒロインズっていう事務所なのかな。ヒロインズにもいろいろアイドルがいて、そうそうそう、でそこのアイドルとかが結構好きなんよね。見てみたいな。なんか色分けされてるのっていいよねって思う。そのなんかメンバーカラーがあるみたいな。アイドル好きなんよ。だからさ、カオタルさんがさ、ゼロイチファミリアでヨーヨーヨーっていうアイドルグループになってたじゃん。あのあれが発表される前日にあかりんさんがあのカオタルさんと電話してて、で私カオタルさんがタクシーで電話してたんよ。あのあかりんさんがカオタルさんとで、なんか今みんなといるけんなんかスピーカーにするねみたいな感じで、でカオタルさんとちょっと話したんだけど、今何やってるんですかみたいな話をした時に、今ねあの明日アイドルデビューするって発表されるよみたいな言われて、みたいな、楽しみですとか言ってたら、めちゃくちゃ可愛いあのアイドルグループ、あんねすごい衣装とかなってるからめっちゃいいなと思って、ヨーヨーヨーすごい名前だね。もしさ、なんか私が6人組とかのさアイドルグループだったらさ、何色なんだろうね、メンバーから何色だと思う。私はね青か紫じゃないのかなと思う。かなって思う、なんとなく。紫に決まってるじゃん。でもさ、それ先入観があるじゃん。先入観あるじゃん。それ先入観を一回捨ててみて、そう、私のペンライトカラーが紫とかということを置いといて考えても、あ紫だなって思うよね。赤やろ。
赤ってセンターのイメージあるよね。赤な、ピンクではない、自分も思う。青か紫なのかな。うん、ぽいわ。確かに人気メンバーピンクか赤。あーどうだろう、人気メンバーピンクじゃない。いや、うーん、ものによるよね。プリキュアとかでもね、うん、ものによるからね。いやーなんかいいよね、そういうのにちょっと憧れる。色、色分けいいなって思う。 STU も決めないかな。でもそういえば瀬戸セブンがそういうのやってたな。私の血は赤い、瀬戸レッドとか言ってたな、ココアさんが。なんかやってたんや、瀬戸セブンがね、今は亡き瀬戸セブンがライブするときになんか自己紹介みたいな、私の好きなパルトさんの自己紹介ね。セクシー、セクシー、トリプルセクシー、セトパープル、三島遥ですって。それがね、好きやったんよ。セクシー、セクシー、トリプルセクシー。この間さ、クリスマスコンサートにおばあちゃんが来たんですよ、見に。おじいちゃんとおばあちゃんが。そしたらさ、昨日ね、その行ったんやけど、おばあちゃんの家に行ったら、おばあちゃんがなんかみんなペンライト振っとるねみたいな言ってて、ああ私も振ろうかね、赤色にしようかなって言ってて、なんで赤色言ったら、一番目立つけんゆうちゃんも気づくじゃろうって言われて。赤色は自分の色じゃないんだけどなって思ったけど、まあなんかそういう概念がないからね、うん、赤色でいいんじゃないとか言って、赤色振っとったら目立つけん分かるじゃろみたいな言われて、みんなが好きな色を振ってると思ったよね。まあ合ってるけど。だったらココアさんかな、もうココアさんのイメージ。しかも現場にめっちゃ多いんよ、ココアさんのいるライブって。もう本当に多分ココアさんのファンの人って現場のファンの人ばっかりな気がする。マジで多い。しかも目立つんよね、赤色、うん、もうほとんどココアさんファンみたいな、赤赤赤赤赤ってめっちゃ目立つよね。一番多いんじゃないかな、現場が。そんな感じするわ。ほのたんも赤あるからいいんじゃない。なんかおばあちゃん好きなんですよね、ほのたんさん。おばあちゃんも好きだし、お母さんも好きだし、なんか中年より上の女性に好かれるほのたんさん、なんでなんだろうね。カープね、確かに赤、カープファンのイメージ。あんまりそういう文化がないからさ、なんか推しチームのための色を着るっていう文化があんま岡山ないからさ、岡山っていうか私野球して知らないから、野球文化が身についてなくて、なんかすごいなと思う。すごいね、でもなんか統一感みたいなのあるからいいよね。試合あった時の広島駅すごいもんね、もう真っ赤か。そう、おばあちゃんほのたんさん好きなんですよ。あの子ええなみたいな、なんか性格とかな、普通な感じがしてええなって言ってて、多分アイドルっぽくない感じ、あの歌もうまいけええなって言ってました。確かになんかほのたんさんって性格あんまアイドルっぽくないよね。アイドルっぽくないっていうか、
多分あのアイドルを知らあんま知らずに入ってるからなんかないんだと思う。アイドルだからこうしないとっていうのが、うん、なんか本当に広島のお姉さんみたいな、うん、感じ。歌うまいね、めっちゃ綺麗。うん、ゆきさんも性格アイドルじゃないけど、本当私めっちゃわりかしアイドルだと思うんだけどそうかね、どうだろう、自分では分かんないけど、私めっちゃもう本当に昔からアイドルあれよ好きだし、うんアイドルだと 思ってるんですけど、どうだろう、汗汗汗破天荒破天荒かね、汗汗、ほら汗汗とか使う23歳おらんよフフフ、話のユーモアが効いてるアイドル俺もゆいゆいかオキポで迷ってる、そこゆいゆいさんとなかなかあれね、そう言われたらアイドルじゃないかもしれないそこって思っちゃった。そう、汗汗、ひなさん、ひなさんからインスピを受けたやつだから、この間千穂さんと、なんか私千穂さんと話してる時に、そのあの千穂さんとねよく汗汗を言うんですけど、なんか汗汗3連呼ぐらいするんですよ。でそれのなんか順番みたいなのがあって、汗汗を言う順番みたいな、でそれをねいつもなんか2人ちょっと分かんないままなんかもう早口で言っててごちゃごちゃになってたから、この間ねなんか千穂さんがあれ順番どうだっけみたいな、改めて確認しようみたいな言ってきて、まずはみたいな、汗汗ふき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 スプレーシューですよみたいな、あー分かったみたいな、じゃあ早くやってみようみたいな、汗汗ふき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 スプレーシューみたいな、それを2人で確認してたら、フォノタンさんが勝手にインスタのストーリーに載せてて、なんか私らなんか変なことしてる人みたいになってて、千穂さんがね怒ってた、あいつって言ってた。そうなんかね言ったりするんですよ、こう千穂さんと、あー幸せですねみたいなと、あー幸せ幸せ幸せウキ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 スプリシューみたいな、そうなんかひなさんの汗汗をもうめちゃくちゃ誇張してオリジナルのものになりました。皆さんもぜひ汗汗するときやってみてください。汗汗ふき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 スプレッシュこれはもうでも何ヶ月もずっとこれでやってる、もうずっと変わらずもちもちしてる。そう、もうひなさんの汗汗がもう全然、うん、違うところに、自分らがやると可愛くないと思う、私らもあんま可愛くないやり方してるから大丈夫ですよ。ヘタレたちの振りでやってみよう。どういうことどういうこと、ぜひぜひゆうかちゃんがするくうかさんの食レポの時のモノマネが好きです。確かに
空花さんから、当時はお墨付きをいただいてたけど、なんか最近の空花さんとは似てないかもしれない、ちょっと前の空花さんのモノマネになってるかもしれない、もしかしたら最近空花さん違うかもしれない、ちょっと、うん、美味しいってやつよね、ほんまに美味しいって思っちゃう。最近どうだろう、ちょっともう一回動画見直しますね、空花チャンネルあれね、あの最近怒涛の更新されてるから、もう怒涛のいいねつけまくってる空花チャンネル、うん、髪の毛ね染めてて似合ってた、みんなやっぱ一回髪の毛染めるね卒業したら、うん、勝手に四国の YouTube の時笑った、四国の YouTube ねいいよね、私空花チャンネルファンだから見てるきちゃんも染める、どうだろう、その自分の年齢で黒髪が合えば黒髪でいきたい気持ちもあるけど、うん、まあ分かんないかな、そんな卒業した時のことは、自慢におめでとう、おお本当だ、映像の前にか、てか今何時、11時38分、38分か、早いね、なんか地味にずっと喋ってるわ、うん、キさんは黒が似合うタイプだと思います。本当？なんか前にさ、パーソナルカラー診断した時はさ、なんか茶色の方が肌が白くて見え言われたんだけどさ、どっちが正しいのか分かんないよね。卒業したら坊主にしてみてよ。なんでやねん。なんでやねん。遊ぶな私で。うん、染めるならピンクとかにしてほしい、いやちょっとさすがにそれは汗汗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 青っぽい黒髪とかにしたらノリみたいなって、めちゃくちゃもう私へのディスの語彙力がすごい、うん、私へのディス語彙力、ラッパーになれるんじゃないかな、ノリじゃないですフフ語彙力です、青春アイドルだからよ、そうよアイドルだからよ、でもあれよね、なんか、うん、自分の世代の確かに若者の考え方っては確かにそうだね、うん、でもね私時代劇とか一回出てみたいからさ、だからピアスも開けないよ、開けてみたいんよ本当は、推しと同じところに開けたいん二次だけどね、二次元の推し、でも多分一生時代劇に出るまではピアス開けない、時代劇に出てから開けようかなって思い始めた、トラガス、え、そうなんや、私ね好きな推しのキャラのね、ヒップマイのキャラがねトラガスに開けてるん、トラガス、うん、そうなんよ、
ササラタンが。でもに時代劇出たいからコンシーラーで埋めれるらしい。そうなの。なんかでもなんかちょっとうーんみたいな感じあるよね。ちょっとなんか昔からさ言われてるからさ、その養成所とか行った時も、うん、時代劇とかオーディション落ちるからピアス開けるなって言われてたから。まあ分かんないけど、真偽は分かんないけど。生写真の時のピアスはどうやってつけてんの？生写真の時はイヤリングかな。ピアスのメンバーはピアス用意されてるけど、ピアスってか空いてるメンバーは用意されてるけど、大体はイヤリングかな、ほとんど。うん、なんかシティウもさ、あの仕事の時のピアスとかはあんまりなんかよろしいとはされてないけど、でももともと空いてるメンバーにイヤリングしてもなんか落ちるっていうか、なんかかわいそうじゃないですか、穴開いてるのに。なんかイヤリングって、だからピアス用意されてるけど、うん、そんなにプライベートでは強制されてないんじゃないかな、ピアスダメとか。わかんないけど、でもほとんどいないかな。昔から空いてるメンバーとかは、うん、継続してるかも。ちょっとなんかセクシーだなと思うね、ピアス見ると。衣装でピアスある、ピアスあるメンバーもいる、その空いてるメンバーとか。うん、そうやね、ナナさんとか確かに衣装さんの気遣いですよ。同級生が開けてる子とかおった。おったよ。もう田舎の学生なんてすぐ開けるよ、うん、でもなんか学生時代に開けなかったからもう開けなくていいかなって思ったりもしてる。下火する、しないしない、怖い、痛い。怖い、ヘビにピアスみたいになっちゃった。モテートグループのアイドルは髪飾りとかイヤリングとか種類たくさんあるし、すごいと思う。うん、確かに一人一人違ったりするからね。それが人生観だからねなんかエモいこと言ってるやん。でもさ、なんかピアスの種類、私アイドル好きなアイドルがさ、わりかしなんかめちゃくちゃピアス開けるアイドルがおるんやけどさ、すごいんよね。なんかもう顔とかじゃねえ、最近の概念。なんかリストピアス、な呼び方が分かんないけど、手首とかのこことかにね、こうちょんちょんみたいなピアスつけたりとかしてて、いやー最近すごいなって思って。うん、そう、手首とかなんかもう顔とか、そうお腹とかそういうとこじゃなくて、そう、ハイセンス、いやめっちゃハイセンスよね、すごい痛そう。なんか開け方教えますみたいなYouTube 出してて、いや見たんやけどちょっと痛そうだった、うん、何のためって感じの、まあ、何のためって言ったら、そんなん言ったら耳もそうだからね、自分のためじゃないのかな。うん、
でも本当にね TikTok とかでもよく見るんですよ、うん、だから多分若者のそういう系なんかちょっとサブカル系の若者とかに流行ってるかもしれない。いいね押しといた、うん、好きだからね押しといたよピュッて、すぐ高評価押すから、うん、なんか無料で見てるのに悪いなと思って高評価押してしまう高評価おばさんだから、なんか申し訳ないな、モチベになるように押しとこうって、この人のモチベになるように押しとくかと思ってすぐ押すそうよ、見させてもらってるからね。いい視聴者さん、いい視聴者です私マジで、有料視聴者だから。無料で 見させてもらってる媒体に文句言ったことない私でもなんか一歩間違えると信者になりそうだから、なんかちょっと炎上してる動画とかあのスッと引く、うん、何もせず、うん、ちょっと何とも言えん時はニコニコのあの匿名のやつだけ自治中になる、おい喧嘩やめろよってコメント、そういうコメントはツイッターでやれよってこう自治中になるでも YouTube はあのアカウントがね分かっちゃうからね、そう大事やから、そこの見極めが気持ち悪いな私、ニコニコ動画の自治中してますみたいな嫌なアイドル、最近何やってるんですか、あニコニコ動画のコメント欄で自治中してますねって、やだやだ直そうと前で言うことじゃないよ本当に、うん、おきぽやったそれよ、なんか無駄に正義感強いやついるなって思ったら私よ、うん、ちっちちがいだ、アベマのコメント欄だけは見逃すニコニコには厳しくてアベマには優しいアイドル、エンカウントさんのプロフィールに書かれそう、確かにエンカウントさん詳しいからね、ファンやからねもはや、うん、アベマはねいいよ平和だから、僕のチャンネルは登録者0人っていうのが自慢です、私も0人よみんなそうじゃない、投稿主じゃなければ、私も0人ですよ、あと10分、本当だ49分だ、アイドルが出るアベマは治安悪い時あるぞ、アベマね、ニュース系とか討論系とかが多いから、そういう時は治安悪くないね、そういう時はコメントとかビビってできないよそういうのはできないよ、私がコメントするのはアニメ系のみや、うん、ニコ生のコメント欄でコメントの流れる速度が鬼速い人がいるんですか、あれどうやってやるんですかね、うん、確かにね、同説すごい人とかいるもんね、もう何万人みたいな、それとはもう本当にカリスマですよ、分かんないけど、うん、今日はゆっくりしたの、今日はゆっくり言いました、長いコメントが早い、あーそういうことか、コメントの速度ってそういうことね、コメントが流れる速度ってことね、確かに惑星のように
シュッていく人おるもんね。あしね、あれが嫌いなの、ニコニコのコメント欄でなんか「ナウ」みたいな、あれ何あれ何とか言って、あれ嫌いなんですよ。ナウみたいな、ナウって言って時間入れる人本当に好きじゃない。あれでコメント埋まるのがもう死ぬほど嫌い今見てる人いないかナウみたいな、あれ嫌いなんですよ。なんか2021年1月3日何時何分みたいな、あれ分数単位で流れてくから、あれが好きじゃない。あ、そうそうそう、そのコメントあれがね好きじゃない。今見てる人いないかみたいな、たまにねなんかめっちゃ近い時間に見てる人いるの、本当に1時間前とか、そういう人いたら私もコメントする「NOW」っているよ「NOW」矢印「いるよ NOW」って言うよ嫌いなくせにね。そう、なんかする、近いのがあったらする。多分また嫌われる、それで人に自治中失格。今って入れればいいね。違う、 Now って入れたらなんか時間まで勝手に出てくるんですよ、うん、嫌いなのにしてる。そうなんですよね、なんでだろうね。2022年に見てる人いるってコメントある。確かに、あのいいね稼ぎのやつとかもあんま好きじゃないよね。今見てる人いるわけないか、いたらいいねしてねみたいな、いいねする、見てるよってフフ嫌いだけどちゃんと反応するするよ。キッズだから私、心はまだ本当の大人は反応しないから、反応する時点であこのコメント嫌いだなって思う時点でも私はキッズなんですフフフ今年も有料会員やわ、ニコニコニコ生もう何年目って感じ。中学ガラケー時代ぐらいか、私ニコニコ見てるから、もうすごいお世話になりますって感じニコ生の STA のライブでペダルの時のコメントが自転車マークだらけになるの好きです。そうなの、それ初めて知ったペダルの時自転車マークになってるんですか、それはあれやね、なんかニコニコならではですね。そうなんだ、走ってるんだ、みんなペダル走らせてるんだね。マジか、いいね。たまに違うの走ってる、何走ってるんだろうそういうなんか一体感みたいなの生まれる瞬間好きなんですよね。そうなんや、何この絵文字、なんか自転車の絵文字でなんかちょっと違うのない、ちょっと自分も出してみよう。このさ、何これ、どこ走ってんの、岩、何これ、なんなんこれ、どこ走ってんの、何これ、ロッククライミングしてるの、バイク、これなんか岩走ってない、山なの、マウンテンバイク、そうなんだ、なんか崖走ってるみたいな、
後ろのあれでマウンテン、なんかすごい岩じゃない？うん、背景あり。そろそろちょっと壇上読もうマウンテンバイク、なるほどね。確かに自転車の種類とかなかなか絵文字で表せないもんね。13位から読みたいと思います。13位白駒さん、12位森健銀河さん、11位総流さん、10位マッカさん、9位ジェリーさん、8位テリーピーさん、7位ペルさん、6位チスタさん、5位タオさん、4位コバチャさんでした。13位からまで皆さんありがとうございました。そして3位バンボシさん、2位トニトニチョッパーさん、1位ローケイティさんでした。3位から1位まで皆さんありがとうございました。ローケイティさん、タワーもありがとうございました。明日ってさ、お昼とかに配信しても皆さん見れるんですかね。休み？休みなの？休みじゃないの？もしかしたら配信しようかと思うんだけど。正月送り損ねたタワーだよ。あ、そうなんや。ありがとう。毎日アイドル1日目。そう、昨日してない。見れます。見れる人は見れるよね、多分。休みじゃなきゃ。もしかしたら行く前に配信するかも。明日は僕恋最前列、お楽しみだね。もしかしたらするかもしれない、しないかもしれないけど、まあまあまあ、よろしくお願いします。お昼頃、お昼かな、ちょっと朝はしんどいかもしれん。かな。夜はすると、もう疲れてなかった。髪の毛とかちゃんとしてるから。おつぽぽ、おつぽぽ。58分、今日はちょっと長めでしたね。ありがとうございました、見てくださって。ほのたん始まった。あの人バカじゃないの、見れんでしょみんな。でも待ってるんだろうね、ほのたんさんのファンの人は。もうすでに、すみー、ちょっと私も気になるわ。ありがとうございました。明日は僕たちの恋の観光へ、お楽しみに。よろしくお願いします。バイバイ。これも落とさんといけん。落としてきます、明日には。ありがとうございました。バイバイ、ピース、さよなら。また明日現場でお会いしましょう。まあ見れない方は配信で。見納めの爪、セルフだからめっちゃガタガタないよ。